本日はピッチングをして調子に乗った西下さんをクーニンズ打線が打ち砕きます。果たしてふうくんは3人を抑えられるのでしょうか。勝負は至って簡単。3イニングを西下さんが投げ、クーニンズバッターが1点でも取ったら勝ちというルールです。それでは行ってみましょう。ここで何かを求める上野さん、サインを出す若林。ここである異変が。サイン見てるまだ見てる。
ぐらい、ちょうどぐらいか。さて、スローでご覧ください。インズバにナイスボールです。現役時代、田中将大投手や数々のピッチャーからホームランを打っている元ヤクルトスワローズ松井さん、起死回生のバッティングは見せてくれるのでしょうか。さて、スローでご覧ください。インコースをめがけて投げたが、完璧に捉えた。帰ってから Google マップで調べてみたら、まさかの135メートル弾。
ということで、バッター組のさよなら勝利ということで。よっよっ、あんま悔しないけどね。まあでも最後は、まあ、助っ人外国人みたいなもんやから。でも完全に勝ちですもんね。そうですね、勝ちは勝ちですね。どうでした、ピッチャー行って。いや、ここはやっぱまあ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 大丈夫。大丈夫。緑には打たれたけど、はい、本当バッティング指導のおかげで打てました、2本きっと。やっぱ緑なんか違ったもん、指導が早かったっていうかさ。まあまあでもね、もうほら論外の人いるから。まあまあ最初ね、西下君ぐらいやったら左でいけるかなと思って、まあ、あとはね、松井君と綿密な打ち合わせ、まあ、30分1時間ぐらいしまして、俺はしっかりとカットに徹すると、まあ、その最後の最後で出番あるから準備しとけっていうことで、ずっとポールカウントとかしてくれてたんですね。見えないところで。すごいポールやってくれたんです。130ぐらい飛ばされましたからね、ほんまに飛んでました。マジで本当に飛んでます。あれはやばいですね。まあでもピッチャーの気持ちちょっと分かってもらいました。どうやった、よかったよ。いや、よかったっす。よかった、実際よかった。確かに俺も自分やから分からんけど、スライダーすげえ曲がってる気してたもん、うん、曲がってましたね、うん、やストレートで空振りだと気持ちいいな、やっぱり、うん、じゃあちょっとホームラン打ったら松井さん、はい、どうでした。いや、まあどうこうって、まあ楽しかったですね。楽しくあそこまで飛ばしたら気持ちよく飛んでましたもんね。まあじゃあということで、今日は今回は僕らの勝利ということで以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。